抗がん剤と一緒で。めまいがすごい。それ通いっていうのがきついね、またね、それだと。病院が近ければいいけど、しかもあの肺の方も息苦しいんでしょう、肺がんの方もね。俺よりひどい状況だと思うよ。ね。俺もきついけど。呼吸ができないでしょ。で、吐き気でしょ。めまいでしょ。ものすごい状況だろうな。あれをあのレンタルしなきゃね、あの鼻につけるやつ、あれだけでも結構楽になる。シューってあの酸素が出てるやつね。昨日寂しいってツイートしたのが、僕が夜中にあの食いすぎてさ、腹が裂けそうになってたんだよ。もうなんかいても立ってもいられなくて、布団の上で、ああもうだ、早く消化してくれっす、うわーって1時間ぐらいしてあの楽になって、その後寝た。そう、寂しさもなくなって、なんか食欲ないな。食欲がない。おかゆなんか食いたくない、別に今トマトジュース飲んだせいでなんかお腹いっぱいになっちゃった。ビタミン、ミネラルが補給されて。
牛乳はやめた。腸に穴が開くって聞いたから。あの、牛乳の乳糖が。乳糖不耐性っていう、あ、日本人は分解できないんですよ。乳糖。で、そういう人が、あの、牛乳飲み続けると、最悪腸に穴が開いたりするんだって。下痢する、牛乳飲んで下痢する人は、その、不耐性症の人だから、飲まない方がいいですよ。日本人の何味、東洋人か、東洋人の8割は8割9割ぐらいは不耐性だから。と和解しない、する意味がない、やっぱりうんこしたいな。あ、ちょっと待って。